コッペンブリュッゲは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセ州ハーメルン、イコールピルモント軍に属すフレッケン。この町はイート山の北縁部、ハーメルンの東約15キロメートルに位置する。コッペンブリュッゲは1000年頃に、カバンブラッグとして、ヒルデスハイム市教区の教区大庁に、初めて記録されている。1 6 2年3月9日、皇帝ハインリヒ音世は、 ヒルデスハイム市教ヘチロに、コッペンブリューゲ近郊の森の管理権を授けた。ポッペンブルク城に寄っていた、ポッペンブルク博ベルンハルトは1200年頃に、ラウエンシュタイン近郊にシュピーゲルブルク城を建設した。その後ベルンハルトは、フォン・ポッペンブルク・ウント、シュピーゲルベルクと自称した。シュピーゲルブルク城はイートさんとオスターバルトとの間、軍事。 通称道路沿いの湿地近くに建設された。この街道は、アーヘンからケーニヒスベルクに至る、長距離街道として利用されていた。その後この街道は、帝国道1号線となり、現在は、連邦道1号線となっている。1217年からベルンハルトは、単に、フォンシュピーゲルベルクと称するようになった。1226年、 ベルンハルト・フォン・シュピー・ゲルベルクとボード・フォン・ホムブルクとの間でフェーデが起こった。ホムブルク家は1238年にシュピー・ゲルベルク城を占領し、シュピー・ゲルベルク博はこの土地を離れた。1247年にホムブルク家はラウエンシュタイン城を建設した。1260年、ヨハン・フォン・ブリュンニングハウゼンが自らの所領を民伝司教に寄進した。 この書量は1281年にシュピーゲルベルク博のものとなり、これによりコッペンブリューゲを首輸とするシュピーゲルベルク博領が成立した。シュピーゲルベルク家は1300年頃にマリーナウの土地に修道院を建設するためにカルメル海を招いた。1303年にはコッペンブリューゲの城を新築した。 コッペンブリュッゲ上1409年から1435年に、シュピーゲルベルク家は、ベーザー川沿い及び、ハーメル渓谷の土地に関して、ベルフ家の公家と争った。この争いは、完全に、シュピーゲルベルク家の負けであったが、白家は存続した。1494年に、シュピーゲルベルク家は、ピルモント白領を相続した。1519年に、 ヒルデスハイマー・シュティフツ・フェーデが勃発した。これは、ヒルデスハイム市教領主が、ブラウン・シュバイク・ボルフェンビュッテル港及び、カレンベルク港と衝突したものである。これは、もともとは、純粋に局所的なフェーデであったのだが、ニーダー・ザクセンの両方君主による争いへと発展し、シュピーゲルベルク博もその巻き添えとなった。このフェーデは1523年まで続いた。 コッペンブリュッゲは、1540年頃に、宗教改革がなされた。そのわずか後の1557年に、シュピーゲルベルクとピルモンとの白フィリップが、3イコールカンタンの戦いで死亡した。その領主権はまず1557年から1584年までは、リッペ家のものとなったが、1584年からは、グライヒエントンナウント家、1631年からは、 ナッサウ・ディツケとセニーした。18世紀初めには、ナッサウ・オラニエ家がこれを引き継いだ。1692年、大火によりほぼすべての民家が消失した。1697年8月10日、ロシアのツァーリ、ビオトル大帝が、ハノーファー選定コーヒーゾフィーを呼び、ブランデンブルク選定コーヒーゾフィー・シャルロッテと共に、コッペンブリューゲを訪れた。また、 1740年9月18日には、プロイセンをフリードリヒ2世も訪れている。1764年、コッペンブリュッゲの古い王校が新しくされ、治療目的のために拡充された。シュピーゲルベルクは1810年に、ベスト・ファーレン王国に編入されたが、1815年の、ウィーン会議により再び、ナッサウオ・ラニエ家に戻された。しかし、 1819年、シュピーゲルベルクは、アムト・コッペンブリュッゲとして、ハノーファー王国に売却され、1866年には、プロイセン王国領となった。鉄道ハーメルン・ヒルデスハイム線が1875年に建設され、1906年にはケーネッター・アイシが、サナトリウム・リンデンブルーンを開業した。フォイヤー・ハーケブルンネンは1908年に建設された。 これはこの町に水道施設を設けたエルンスト・フォヤーハーケに対するコッペンブリューゲの町の感謝を表している。彼は聖ニコライ協会内人の大きなステンドグラスも作っている。1945年からコッペンブリューゲはニーダーザク選手に属すこととなった。リンデンブルン専門病院1957年に屋外プールが完成した。 1958年には、教会の大規模な改修が完了した。さらに1962年には、国営農場が廃止され、売却と建物の解体が行われた。農場付属の建物の一つは、州の森林管理局となった。1969年、サナトリウムリンデンブルンを所有者が手放し、重度身体障害社会語協会に売却された。 この施設は1972年から73年新たに病床数255のリンデンブルーン専門病院として設立された。1976年に屋内プールがオープンした。上司と旧暇裁判所の建物を徹底的に改修し、1986年場内に博物館が設立された。 1993年最後の集落が中央上下水道で結ばれた。2006年2月9日8時前、連邦道 B1 号線で重大な事故が発生した。鋼鉄製の支柱を積載したトラックが凍結した路面で対向車線にスリップし、路線バスを縦方向に切り裂いたのである。バスには主に学生たちが乗車していた。 この事故でコッペンブリュッゲの14歳と17歳の少女とザルツヘンメンドルフの18歳の少年が亡くなった。さらに12人が負傷し、そのうち2人は重傷であった。コッペンブリュッゲには4つの教会組織がある。このうち3つがプロテスタントイコールルター派、1つがカトリック教会である。コッペンブリュッゲの議会は22議席からなる。 このフレッケンの主張は、ハンスルリヒペシュカである。この町は、連邦道 B1 号線、B442 号線及び、ベーザー鉄道沿いに位置する。ありがとうございます。